ありがとうございました。オリジナル曲のはるかでした。
逃げないよ。なんか。オリジナル曲の君に会える時でした。あ、サムリザーありがとう。シンガーソングドリークです。よろしくお願いします。ぜひよかったらインスタね、フォローよろしくお願いします。僕から聞いてるんですか、教育ってない。
オリジナル曲の僕から君へでした。
サブスクで配信しているのでぜひよかったら聞いてみてください。じゃあ目が見えなくて
外れてんの。やばい。多い時に配れて持ってんだから。Yeah.
しいことさえも耐えてこれたのはあなたという存在でいてくれたから正直に生きる言葉でした。
ありがとうございました。オリジナル曲のカリチュマでした。これサブスクで配信されてるので、ぜひよかったら聴いてください。召し上がってください。
ストオリジナル曲も僕たちのでした。これもサブスクリーンにしてるのでぜひ聴いてみてください。シルバー、灰色っぽい髪型してるんですよ。びっくりした。で、昨日なんか買おうかなとか言ってて、で、昨日ですよ、買おうかなって言ってて、で、今日早くない？めちゃくちゃ早くないですか？だから決まってたんですよね、お母さんの心の中で。絶対 100% ですね。僕たちに LINE してくれる時点で 100% 決まってた。Thank you.
がダメかな。心に響きますように明日の雲行き気にしていつも今日に少し慎重に人の目を気にして見つめる肩を日が立ってくる一曲歌っております。
ありがとうございました。オリジナル曲の名言でした。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。